パラパパパアイラブニー。どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。フロッグズフラッグカッコトロール、カエルの旗ということでしょうか。で、説明文にカエルが蘇る。このコースはですね、知ってる方は知ってると思うんですけど、非常に優秀なバグトロール制作者のっぺらぼうさんが作ったコースですね。このコースは X でいただいたんですけど、いただいた時にこういうメッセージが添えてありました。これが最後のトロールコースです。引退しますと。引退なんかしないでよ。これからもバグトロールコースをたくさん作ってよ。僕ネタがなくなっちゃうじゃんか。カエルなんか蘇らなくていいから、お前が蘇れよ。騒がしいやつは置いちょって、これから忙しい時期になるんだろうね。ということでお疲れ。軽すぎんな。今まで散々世話になっただろう。まあまあこれが最後ということで、楽しく噛み締めていきましょうか。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.00%。 いやでも本当に寂しいね。僕の動画ではのっぺらぼうさんファンっていうのはたくさんいるんですよ。あんなに神がかったバグを作れる人ってそうそういないからね。と言いつつ、このコースはスタンダードコースだったら面白くない。何も起きませんよみたいな。これ左はカシロキやるな。なんだこげー、開幕一緒やじゃん。まあ最初に左に行って罠に引っかかるっていうのはトロールコースの挨拶みたいなもんですよ。お前は帰れ。そうそう、久しぶりにやるから思い出した。この人ね、クパクラの使い方が結構面白いんだよな。わっちゃん、なんかバグとか見当たらないよね。最後の最後は礼儀正しくバグなしで終わらせようってか。今更そんなことしても遅いんだからね。君はもうバグに囚われた悪魔だよ。さあここで鍵を取っていく。このクソガキが。失礼、クソガキとか良くないですよね。コースを作ってくれて、さらには提供してくれる人にそういうことを言っちゃいけないと思うんですよ。クソガキが。いや、みんな勘違いしないで。僕のこの制作者さんはね、そういう仲だから。右のコインは解けない。じゃあこっちのコインは取れるけど、このハテナブロックを叩く必要がある。いや、これ上前があるじゃんか。出せ出せ出すな。このもう一個の扉何なんだろうね。後でまた閉じ込めてくるとかあるかもしんねえよな。まあいいさ、閉じ込められることには慣れてるよ。むしろ閉じ込められることに快感さえ覚えてきてるね。はい、どうもこんにちは、Mキングです。この上は最近ライブやった時にさ、制作者さんのことはあんまり喋んないって言ったんだけど、初見さんの方とかさ、分かりにくいじゃんそういうの。ていうかこのドッスン面白いことができるかもしんねえ。ちょっと待ってろドッスン、お前の目をゼロに変えてやるぜ。しょうもねえことしてねえで早く進めて。やたるかい。一旦ドスを落とします。で、落とした後にダジャン。ふざけるなよ、バグをポン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 持ってきやがって。これは右にダッシュでいいの？右にダッシュしたら針に当たんない？大丈夫、もう一回キラーが押し寄せてくるっていうことはないと思うんだよな。さあここでキラーを吐きので、上に登っていっちゃおうか。そしてこう待っちゃったな。はたここで甲羅を脱いでいこう。っていうか何もかも脱いでしまえ。僕と一緒にパンイチになっていこうじゃないか。中間があるじゃん、これ普通に取らせてくれる？いやっはっはっは。で、こっから、あっ、なに、なんか僕の目にはマリオが二人いるように見える。え、これ右に行けねえし、これじゃどうなってんだよこのバグは。これ連打しても抜けれないよな。くっそ、こんな面白いバグを持ってきやがって。でもいい加減にせよ。よくよく考えてみたら、あの残像バグみたいなのは見たことあるかもしんないね。でもさ、ジャンプしたらスローモーションみたいなになってたじゃん。ああいうのは初めて見るよな。さあ無事中間が取れた。意外と中間早かったね。で、ここはチビにならなくちゃいけないのかな。50個。あ、なんでこれ当たれないよ。ジャンプする。あれ、これ、あ、つらな。中間が取れたのはいいんだけど、何かが変わってるかもしれねえ。気をつけろピオキング、ゆっくりと考えながら進むんだ。貴様、ワンチャンドッスンが落ちてくるかなと思ったんだけどね。じゃあ隠しブロックを叩く。これ右にもあるんじゃない？そんなとこ出たら左から行けねえよ。頼む、隠しブロックないで。よしよしよし。で、次は、スネークブロックでこのファイヤーを取れっていう感じなんじゃないかな。右に行ってもこのゴールブロック解きそうにないもんね。頼むスネよ、右と左どっち？完全に2分の1か。反射神経を見せるぜ。右だー、スネよスネよスネよ。
どけ、くじびる植物。ここは一度見れば簡単なんだよ。この場所に放っておけばフラワーが勝手に左に来てくれる。そうだよな、今度は右にやるとかないよな。罠が変わってるとかはなさそうだ。ならばこのくじびる植物をジャッカマンして氷ブロックも溶かしていきましょうか。そしてこのパワーブロックはどうしよう。持っていく、持っていくしかないよな。持ってって、いや上調べておけばよかったかな。まあいいか、次調べておこう。で下に落として、ここ待て待て待て、いやここね、ちょっと上も気になったんだよね。上なんかいけそうじゃん。じゃあママミヤ、ここでパンを落とした瞬間すぐに乗る。であの鍵を取って鍵扉に入る。ちょおい、どうすりゃいいんだよ、こんなの生き地獄じゃん。誰が助けて。じゃああの鍵どうやって取るんだって話だよな。ここでパウが戻るから一旦上に行く。あ、この一マスの隙間に鍵があるみたいな。え、鍵っ子にいた小学低学年時代の僕。まあ意味はわかるからいいでしょ。鍵っ子ってみんなわかるんかな。僕兄ちゃんがいたからさ、その兄ちゃんよりも早く授業が終わるから放課後に待つ教室っていうのがあったんだよね。なんか学校によっては名前とかが違うみたいだね。どこから出てきたバネ。この真下のブロックのところにバネが出てきたんだよな。落ちた瞬間ジャンプでいいのか。うわっ、いける、よっほっほっほ。中間は、中間はまだないの。おおおお、おらららららら。ら何やってんだ。急にさ、右に行けとか言われても反応できるわけないじゃん。ねえ、そうでしょ、ここ何かいるんじゃない。またお前か、次は絶対にやってみせるぜ。うそぴょーん、オンオフが変わった瞬間左に行くみたいな。え、どの辺で変わる。うん、ここか。よしよしよし、さっきはよくもやってくれたな、グッズよ。もうグッズゾーンなくさなくちゃいけないの。もうちょっとグッズゾーンをくれよ。カエルちゃん、お、え、ナムアミタブゾーン。さっきのカエル見つけるのめちゃめちゃ早くなかった。絶対なんかあると思ったんだよな、この裏。あ、ここは、うわもう流されるようになっちゃった。さっきはチビ状態になってしまったけど、これはデカ状態のまま右側にやっぱ進めるよな。多分これでいいと思うんだよね。で上は丸々だけか。で右、え、これも右は何なんだろうね。なんだお前。え、なんでこんなところでフラー出てきたの。じゃあこれは何。カエル様、カエル様、ケロケロケロピエー。なぜかここにフラワー様が出てきた。一旦これ取っておこうか。多分ね、邪魔になってくると思うんだよな。ですぐにカエルを取って右に進んでいく。これだったら上に進めるんでしょ。でこれ矢印信用どうしようか。これ下は、下は、うわ見えねえな。うん、左から行っていいのかな。いやね、でもわざわざ右にガリガリ置くってことは多分あっち行かなくちゃいけないと思うんだよね。だから信用してってみようか。頼む矢印。なんだあいつ、あ、あ、いいや、いいのか、よくないのか。頑張れ、バリ、お前ならいけるぞ、バリ。さっさやりやせ。どっかでカエルが出てきたんだよね。だからそのカエルを取らないようにしなくちゃいけない。だからすぐ右に、よっほっほっ。なかなかぬるいじゃない。これクリア率 52% ぐらいあるんでねえの。じゃあこのクッパクラウニのライフノートロール。さて、さっきはクッパクラの裏にワンワンがいたんだよな。カエル転生してんじゃねえよ、犬からカエルにさ。この上はやっぱ届かないよな。イエーイじゃねえんだって。なんだよこのドクロリとも。ふざけるな。ならばここはダッシュしてっていい。そしてカエルになって先に進めるんだ。でチビになっていかなきゃいけないよな。そうだよな。あ、チビにならなくてよかったんじゃない。これは先に進めるよね。でこの右下すごく怪しいけど、うわどうして、落ちてみる。多分隠しブロックとかやっぱりないと思った。でこれは何。バレーよし。ででどうしたらいいのこれ。もう帰れなかった。左に行きなくていいんだって。ここで当たればいいのか。でここでバネを落としいの。これさ、チビにならなくちゃいけなかったんじゃない。そういう意味の左上ブロックだと思うんだよな。だからあれはガバなんじゃない。さあここで右に行きましーん。バレすぎー。
ここでもうチビになっておこうか。チビになりのバネを持つ。そして落としてさっさ右に行っちゃえばいいんじゃない。でこのバネ持っていかなくちゃいけないのかな。バネってさ厄介なことしかしてこないからさ、ちょっと持っていくのためらってしまうんだよな。あ、バネいるね。ここでバネを飛び移動。下に床があったのが見えたぜ。でこれはバネを落とせっていう感じかな。そうすると右のブロックが開きますみたいな。はいはい分かってんだよ。まだまだゴールなくてもいいぜ。僕を楽しませてくれ。で右はカエルいらないって書いてる。一旦右行ってみようか。もうカエル出すぎでしょあれ。いや、あ、これ先にカエル取っておけばいいのか。でフラワーを取れば大丈夫みたいな。ちょっとカエル出すの早かったな。でなんだよこの音楽は。僕はまだ罠に引っかかってないんだよ。あのカエルはいる。うわどうしよう。うわやらないっていう文字が消えたもんね。ちょっとカエル取っていこうか。多分これいるんじゃないかな。後から出てきたっていうことは。頼む合ってて。いやこれ合ってんのかな。あれこれ進めんくね。まあ、いや一旦チビになります。でこれは鉄球かな。あーなるほどね。あっ、いやここはカエルを取らんでもよかったんか。どうせチビにならないけんもんね。でさっきはジャンプしたけど今度ジャンプしないでおこうか。そうすると先に進めるという話ですね。で今度は上に行く。ここ叩きてえけど叩かないでおこう。一旦このボム兵を取ってオンをする。オンをするとき右左どっち。いねー。やっぱりこれ気になる。何なんだろうな。わかった、これさボム兵を投げればいいんじゃない。でオンオフしますみたいな。でこっから、あ、これで B スイッチが発動するのか。下には行けそうにないもんね。さあレッツゴー。ゴールはまだかい。ここジャンプしていいの。ジャンプしたら閉じ込まる予感しかしないけど大丈夫ですよね。いや戻ればいい。ガヤー。ならばこのまま右に進みます。上から何が降ってこない。大丈夫かなこれ。一瞬でしたか。大丈夫。カシブロックあるで。うわあのフラワー怪しい。絶対罠だって。餌だろそれ。行っていいのか。うわどうするこれ。もう取っちゃっていい。まだまだ。もう帰る。帰るなのに動いてないってどういうことよ。そんなの気づくわけないって。あのツタに捕まっていいのかい。僕はねツタに捕まったら罠にいかがりよけって。だーそうだって諦めやるの。皆さん右にレールがあるでしょ。それが高速で左に動いてると思うんですよ。だからあの辺でどっかにカエルが出てくる。それをかわさなくちゃいけないっていう感じだと思います。だから絶対に僕は一発でかわすんでマジで集中するから見ててくださいよ。あいやわざとじゃないんだって。絶対僕の推理合ってると思うよ。ここは上を失敗。そしてこっからだよな。右にダッシュしていくか。もう早く行っちゃうか。早くドアに、ドアに、ドア。ドアの上に床があったからただ走るだけで問題ない。最初からこうすればよかったんだ。なになにこれは。ロングウェイ、違う道っていう感じかな。ヒント、バネ。え、どういうことだろうな。ちょっとこれわかんないわ。戻ってみようか。このスネークブロックとバネだよね。ここにバネを置きます。そしてどうするかって、あ、これ分かった。下に何かあるんじゃない。あっつ。なら左から2個目のスネークブロックにバネを置いて右に進んでってみようか。これで、あ、なんかオンオフ変わったわ。あ、ここでブロックが開いてる。ってことはこっから先罠が変わってるみたいな。絶対そうだと思うって。なになに、あったー。よっほほほし。この葉っぱ絶対にたまんや。ほらね、どけてつくぞ。てかまあまあ長くないこのコース。僕はねこのコースが終われば鍋が待っているんだ。エビも入れてホタテも入れてカエルも入れてやろうか。どっかでカエルを入れた鍋ってあるよね。好きな方には申し訳ないんですけどあれ食べきれる自信ないな。すっぽんとかでもね食べてみたいとは思うんだけど亀でしょ。のこのこもきちいな。お前はいけるよ。すっぽん料理食べたことある人いる？ちょっと感想を聞きたいな。どんな感じあれ。亀を食べるってどんな感じ。挑戦したいと思うんだけどなかなか勇気が湧かなくてさ。あ、やだ。ここもさっきと一緒でいいのかな。左の赤ブロックが開いてるけどあっちに今度は行きなさいとかそういう感じなんじゃない。だからこれ下に行きます。でこっからどうするかなんだよな。もしかしてそれゴールか。ゴールか。ちょっ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 。
もう下にゴールがあるっていうのは分かってんだ。だからあのボム兵をかわせばいい。そうだと思うけど、下のボム兵なんかに頼らず僕はゴールしてみせるさ。このボム兵爆発させればいいんでねえの。そうだろ、やったいや最後のトロールコースになってしまいましたけど、本当に今までありがとうございました。またいつか帰ってきてくれることを願ってます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、一本道しかないトロール騙しコース、ストリートトロール。説明文に一画面を超えた一通路の騙しコースです、きっと世界一狭いトロールだと思いますって書いてるんですよ。確かにこれは世界一狭いトロールだと言っても過言じゃないね。だってさ、一通路しかないんだよ。あの一通路でどうやって騙してくるんだよなって話だよね。いやこれは新しい騙しコースの予感がするね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.91%。 やっぱり動ける範囲が少ないからクリア率が意外と高いのかな。でゴール条件はコインを1枚取ってからゴール、確か右側にあったよね。さあ始まった。やっぱり落ちてくるゲーか。もはやこれは騙しコースなのか。上から降ってくる敵をどんどんかわしていかん。覚えゲーじゃん。バブルを3体かわした後に右に行く。これで大丈夫なの。梅干しやもうわからん。どうすりゃいいかわからないよ。落ち着け。落ちてくる罠なども覚えればそんなに難しいコースじゃないはずなんだ。ここは左で大丈夫。そしてもう弾が来たら、そんなん避けれませんけど。ひどい、ひどいよ。そんなに僕をいじめなくてもいいじゃんか。ここどこに隠しブロック、ここで大丈夫か。もう一回か。グいい加減にせんか。でももうそろそろネタ切れだと思うんだよな。上から落としてくるのにも限界があるはず。ここで弾をかわす。で左でかわしたら大丈夫だったよな。で次はどうだったっけ。あ、火だね。この火をかわして、なになに長っ。え、まだ押してくんの。右のコイン取らなきゃゴールできないんだけど。やめてくれよ、ビームを飛ばすなんてさ。お前もやめろって。えゴールできる、あのコイン取ってゴールできる。もう何もすんだよ、頼む。なんかせ最後の最後は優しかったね。いやでも本当にナイスアイディアのコースだと思う。一本道だけのトロールコースとか誰が思い浮かぶのって話だよな。素敵なコースありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。